現在偏差値66の新中2です。偏差値を70まで上げるにはどのようにすればいいか、河野さんや、田中さんの経験で教えてください。これ結構僕今までもこういう質問、うん、どうやったら70いけますかみたいな質問を受けたことあるんですけど、もう66なんですよね、はい、これめっちゃ簡単なんですよこれ、はい、1回この偏差値66が出た模試をちょっと引っ張り出してきて、うん、あと何点かをちょっと見てみてほしいんですけど、うん、つまり4上げればいいんですよ偏差値、うん、4上げるのに実は点数そんなにいらなくて、うん、実はいらないですね、っていうのがあんまりみんな分かってないんですよ、うん、でそれ4上げる、ただ多分8点とか9点とかそんぐらいだと思うんですけど、うん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 、でその8点9点上げるのを本当に問題見直した時に無理だったかどうかをもう一回見てみると、多分実はそんなことない、多分偏差値が56ですよ、ここ詰めればいいんだなっていうのをちゃんと明確化する、そう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 、何がそのゴールまでに何が必要だったのかっていう、うん、やっぱりゴールが見えて初めてそれを達成できると思うんで、うん、はい、あ、なんだここの部分さえ押さえて、この、うん、なんていうか自分が取りこぼしたこれらの問題を全部埋めるだけで偏差値70いくんだっていうのを、それを気づければしてほしい、やるだけ、そうで、これ偏差値70の人言ってますけど、これ60も50も一緒ですよ、うん、じゃあ偏差値60いったら何か結構良さそうな感じするじゃないですか、うん、じゃあ50とか40いくつだった人が60いくまで何点必要だったのかをまずちゃんと見て、うんうん、でそしたら実はそんな大したことない、うん、点数だったなというのがみんな大体の印象ですよ、うん、そういうと、うん、でじゃあその点数取るのに、じゃあこれ落としてるよね、これ落としてるよねって、うん、これやったことあるよね、うん、みたいな、やっていくと、あ、確かにやったことあるみたいな、うん、で埋めていくと、あ、これでも偏差値60じゃんみたいな人がめちゃめちゃいます、うん、これ僕もめっちゃ最近同じような経験して、はい、公認会計士の試験なんですけど、はい、あの僕、まあ、担当式試験ってマーク式試験で、うん、合格点が70何パーセントなんですよ、うん、で僕1ヶ月前の模試で 50% なんですよね、うん、得点率が1ヶ月前で、はい、20% 足りないと、はい、でその 50% の模試見て、解説見て、まあ、自分が解けなかった部分見比べながら、あ、こういうところ抜けてんだな、うん、でも逆にここ全部埋めれば70点いくのかって思って、それ片っ端から埋めたら、うん、結果1ヶ月後の、まあ、本番で 82% なので、うん、そういうことなんですよ、そうそう、こう自分の今の現状を見て、うん、で70% 取るためには、あ、ここの部分だけ埋めれば 70% いきそうだな、なんかいける気がするっていうふうに、そこを見て初めてスタートラインに立ってて、じゃあそれを埋めていく過程で、まあ、やっぱり それ以外の部分も必然的にやっぱ力としてもついていくので、うん、結果としてオーバーするというふうになるかなと思います、うん、はい、どんどん積み上げていけばいいと思うん で今偏差値も30、40で全然偏差値出ませんって人は、まず偏差値50取るのにどうしたらいいのかなとか、うん、何点取るどこが良かったのか、その何点取るのにどれやればいいのかみたいなのをちゃんと冷静に分析していけば、自分のやるべきことが今見えてくると思うんですね、うん、そのための模試なので、そのあんまりその偏差値70いくとかいかないとか、何点だったに一喜一憂しないで、ちゃんとその分析するってことがすごい大事だなと思います、はい、ちょっとやってみてください、ぜひ頑張ってください、はい。